はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おたけえぞ。おたけえぞ。車のチャンネルの飛び込み参加でございます。我慢して立ち上がり重心、ブレーキング、上構図からターンイン。まあでも谷口のは速いね、スーちゃん。あれ速いです ね、はい、足も決まってますし、うん、抜群に速いです。はい、さけくん、はい、何でしょうか。はい、今日は HKS プレミアムトラックレインにやってまいりました。オッケー、280馬力でケヤキくんのをやっつけようかな。これはちょっと見ものですよ。ついていけると思うんだけどな。速さ的には GR86 スーパーチャージャー谷口が一番速いと思いますけどね。もうスーちゃん全然速い。これはやられるな。ちょっと急遽ですね、谷口選手が、はい、参戦していただくということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おたけえぞ。おたけえぞ。現役は高いよ。こんなんじゃ済まない。そうか。こんなんじゃ済まないから。現役は。こっちの方。こっちの方で。いやらしい話続いてる。現役は高いよ。ゼロが多いですね。これでも済まない。もしくはパカッと開けるやつだけ。大判小判。お金の話が長いですけど。で今日何するんですか。今回この枠でですね、普段うちのこのケヤキというものがですね、はい、BRZ、 そしてスタッフでありますマッツンというのがこちら GR86、 そしてその枠で土屋さんのこちらの黒八、ターボを搭載した、まあ、本当に今回初めてこの富士で走るこの黒八でございます。みんなじゃあちょっとそれぞれタイムとか、まあやろうかってお話をしてるところですね。谷口さん、おかしいんだよこの車のチャンネルは。なんすか。谷口のも、はい、周り全部052っていうハイグリップタイヤ、うんうん、そもそも僕いる3人でわちゃわちゃやった方がいいじゃん。4人でわちゃわちゃやりましょう。俺のだけ出ようか。おかしいだろこの番組。何言ってんすか。アドバンネオバの作った人でしょ。そうだけど大昔だよ。でも聞いた話で AD09 は谷口さんが。あ、俺田さんです。あ、俺田さんですか。俺田さんなんですか。だったらみんなネオバにしろよって。いや、おかしいだろ。でも俺田さんが作ったタイヤなんで。なんでそういう顔するの。いや、そんな。あいつの方じゃないです。僕も絡んでます。そうですよね。まあまあ、今回僕はじゃあこちらの車でね、はい、HKS テクニカルファクトリーの GR86、はい、これは瀬谷さんの黒八にターボをつけたお店、はいはい、ね、そうですね、お店の車でございます、はいはい、スーパーチャージャー320馬力って言いましたかね。すごいな、はい、簡単に300超えるんですね、スーチャーつけるだけでも。まずは、まあ、そもそもそうですね、まず排気量が大きいじゃないですか、はい、2.4 か、はい、これは速い、はい、タイヤも僕の方が有利なの空いてるんで、はい、僕は後ろで鼻くそほじりながらみんなのわちゃわちゃしてるのをですね、カメラカーとしていきたいと思います。いや、おかしいおかしい。バカにしてやがる。 2.4、スーチャー052、はい、ふざけんな、足りない。とっても僕の方がゆとりある仕様になってるので、はい、参りましょう。はい、じゃあ行ってきます。あと編集ちゃんと小判入れといてよ、小判。映像、小判の映像です。従えてるな。え、ちょっと待ってください。5、が、ま、松さん、はい、土屋さん、あれ、あ、来た、谷口さん、谷口さん、うわ、やだ、やだ、その間に2台入ったもん。あ、すごい、パンサーもらった。パンサーがすごい。あ、投げキスまで。ずるい。うわ、嬉しい。お金、いや、全部お金です。全部お金。全部お金。さて、車のチャンネルのタイトルがあるか分かりませんが、なんとかバトル飛び込み参加でございます。さあ、来た来た。いってらっしゃい。いってらっしゃい。わーい、ファンサー、あ、ファンサー、うわ、見てくれてる。わー、谷口さんもね、ファンサー。うわー、ファンサー、ファンサー。うわ、ちょっともういきなり近い近い近い。この番組の温度感、このバトルの温度感もわからないまま、とりあえず後ろからついていきたいと思います。うわー、もうやだ。ビタビタじゃん。ちょっとやばい。泣いちゃう。マッツ泣いちゃうよ。マッツ泣いちゃうよ。マッツ泣いちゃうよ。
これぐらいついていけばいいのかな。とりあえず土屋さんが今タイヤを温めれるのに、はい、車をね左右に振っておりますね。土屋さんが前についていかないですね、意図的にでしょうけど。それを察しない欅くん、一応待ってんのかな、あれでもね。さあということで、このなんとかくんは土屋さんの前に出るんじゃなかったの。前に、俺の前に3番目に土屋さんがいる段取りのはずですが、どうして彼は行かないんだ。前に早く行きなさいって、後ろがめっちゃ来てるんですけど。早く行きなさいって、早く行きなさいって。ね、あー行くか、かわすんじゃない。う、本当外から行くか、あれ大外刈り、あ、行かないこれやだな。 あ、いや、いいんだな、怖い。これはどうしようかな、もう土屋さんについていこうかな。さあ土屋さんの黒鉢と勝負です。おハハ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 。ない、逃げろ逃げろで。さあ、そしてあれ、あ、谷、あ、抜けた、あ、松、あ、松、あ、松。こちらね、320馬力あるから、やはりゆとりですよね。皆さん、土屋圭一の走りが目の前で見れますよ。番組の趣旨が変わっちゃっております。あの二人のことを置いといていいんでしょうか。これは土屋さんにいい汗かいていただきましょう。横並びです。これはいけません。全く画角に2台とも映りません。待ちますかね、あの2台を。
ちょっとあの青いのをかけるか。まだやっぱり富士スピードウェイに不慣れな感じが出てますね。ちょっとインから入りすぎだな。この後半このコーナー難しいね。この3つのコーナーね、出口がきついとこばっかだから、溜め込んで曲がってこないと出口が苦しくなっちゃうんだな。最終コーナーも溜め込んで、もっと溜め込んでから立ち上がり重視。さて、誰もいなくなりましたが、どうしましょうねこれね。じゃあとりあえずこの HKS テクニカルファクトリーのね、GR86 の一周アタックとかでもやってみましょうか。最終コーナー溜め込んで溜め込んで、長いストレートのために立ち上がり重視。ストレートはね、この HKS スーパーチャージャーついた GR86 で200今26、27、あの車を A コーナーまで抜きたいが、うわ我慢して我慢して立ち上がり重視。ブレーキング上構図からターンイン。スーパーチャージャーついてると断然速いんだよ。 GR86 にスーパーチャージャーおすすめですよ。そしてね、 HKS のハイパーマックス R 抜群にいいんでね、コーナーめっちゃ速いし、これ安定してるでしょ。よく曲がるしね、リアも追従してて、めちゃいい。一人で56秒台で走ってましたが、誰も車のチャンネルの人がいなくなった。これ一人で走ってても楽しいんですけど、ピットに戻りましょうかね。このね、HKS の新しく出たサーキットアタックカウンター、これ古いやつ、これ新しいやつ、このスマホとかタブレットで見るやつ、これがあると走るのが楽しいよね。みんな
がどこ行ったか分かんなくなったから帰ってきた感じだろ確かに、ああ来たいや だいぶ接近されてましたね。カメラカーなんでさすがのカメラワークでした。 PV ぐらい接近されてましたねなっちさ、ちょっと待て、バチクソ煽られましたいやもうやばいっす、煽り運転ですよあれは。もともとよ、はい、もともとケヤキくん、はい、そして彼ケヤキくん、ドリキン、僕、あ、そうだったっけ。そうそうそう、だからっていいです。合ってんの。合ってます。こんなんでしたもん、ね、いやもう見てましたよ上からすごかった俺、あの土屋さんが3番目だと思って、はい、並び方違うんじゃないってずっと言ってたんだけど、はいはい、前にも追いつかない、3台がひっつかないから、はい、どうしたもんかなと思って、とりあえず土屋さんのところに行こうと、はい、そうですね。の割にはずっと後ろにいてあっという間にいるか言っちゃいました。土屋さんですね。土屋さんだ。いや早いっすねこれ。いや、めっちゃ早かったです。みんな集まらないね、カメラ回ってるのに。それぞれで、おのおの、それぞれ感想戦が、ええ、パワーがあるし、トルクもあるしさ、ノーマルよりは全然いいよ。ただ谷口の数値はめちゃ速い。あれ谷口の数値はほんと速い。いやー本当ですか。約1名さ、番組の企画を全く覚えてないやつがいるんだよ。誰一人で行っちゃったやつ。俺ら3台で固まってたじゃん。そうなんですよ。すいません、ちょっとこれあれどういうことなんですか4人でバトルを見せるという番組なのに、3人で俺ら待ってたけど1人で全く後ろも振り返らずに行っちゃったそうなんですよ。ごめんなさい。なんかスローダウンするのかなって思いきや、はい、ずっとアタックして、完全にごめんなさい、忘れてましたすいません、まあ、どこの世界にもそういう人はいる血が騒いじゃったのかな。もうね、必死すぎてもう頭が目いっぱい、あ、シグナルが青になったら行かないとっていう感じでした。まあでも谷口のは早いね、スーちゃん。あれ早いです ね、はい、足も決まってますし、うん、抜群に早いです。はい、やっぱ GR86 だけのことはあるね。もうトルクもあるしさ、余裕が余ってました、うん、で05時だしね、はい、まず俺なんかキャーとか言ってる谷口普通にインに入ってくるそうですね、1コーナーブワッと入られてましたよね、インに並んで走られてましたよね今土屋圭一の汗かいてる走りをご覧くださいってカメラカーを、後ろカメラカーを052と一緒に走っちゃいけない。あ、まずそこですね。ネオバはネオバだけのグループで走ったもん確かにどちらもいいタイヤですけどね、カテゴリーが違うと。でもやっぱ GR86 の NA だとついてこないね。まあ、映像見てもらえば分かると思いますけど、すごい煽りでしたよ本当？すごい。まだこれぐらいはあると思うよ。これぐらい。これがすごい近いんですよ。本当かこれぐらいでした、ね。俺がちょっとブレーキ踏んだらどうなるんだろうって思うぐらい近ブレーキ踏みづらいでしょ。踏みづらい。これ怖い。タイヤやっぱ同じじゃないですか。同じなんですよ。谷口さんと僕のは。それもやっぱパッていっちゃうからすごい速いです。それやっぱこう荷重移動。そうですね。しかも谷口さんはもう結構使われてる中古の。そうですよ、もう2、30年使ってる。そう、そんな何か出てますあれないですよ、ね、ヴィンテージフォロですね土屋さんどうでした、あの黒八実際初走行のターボっていや俺のはめっちゃ足もいいし、はい、もうターボもいいし、あとはもうやっぱりこの気温だけど水温が99度、油温が110いったんでやめたの。後ろから見ててもテカテカでしたよ、車が。そうもうテカテカ洗車のね、うんうん、まあだけどこう見るとさ、スーチャーもいいなと思うよ。スーチャーはいいっすよ、むちゃくちゃね。正直僕前の ZN6 持った時もスーパーチャーつけてましたけど、むちゃくちゃ乗りやすいし、ね、で回転と一緒にブースがあっていて、上まで綺麗に回るし、とっても車のキャラクターが合ってると思うんですよ。いいね、GR86 ってこう NA のこのコーナーで欲しい分だけのパワーをこう与えてっていうところが、チャージャーはそこがすごくやりやすくて、排気量を上げたみたいなトルク感でビューっていくんで、すごい乗りやすい。しかもそのポン付けでいけますもんね、はい、このスーチャー、ね、まあ、お店の人は苦労してつけてると思うんだけどねそうですね、ポンではないポンとはつかないんだけどね、うん、こうそのままね、こう加工せずつくということで、はいはい、まあ、SKS のキットなんでね、はい、はい、そうですね、はい、だからいいよ、だからターボもいいし、ね、スーチャーもいいしさ。なんか SKS の宣伝してるみたいでやりにくいんですけどまあ堂々ここでかくね、 HKS の宣伝してるみたいでやりにくいんですけど、はい、足もめちゃくちゃ良くて、カーブ速かったでしょ、だって速い速い、もうピターンピターンと05にね、じゃあ足根に持ってる根に持ってる乗ってみていただきたいです。R っていう足が抜群に良くて、もうピターピターと速いんですよ。ケヤキ君も僕も R なんですよね、はい、足が R いいよね、R いい、
R を冒涜する走りしてたね。本当にごめんなさい。でも見てない。彼しか見てない。僕はじゃあ冒涜してました。冒涜してました。もっといけるだろう。もっといけるだろう。いや、いけないっす。あれ以上きついっす。はい、まあだけど面白かったよ、この3台はね。うん、3台でやってましたもんね。そう、いや僕だから2周目から土屋さんの後をついてったラップがベストなんですよ。あ、そう。やっぱラインが分かんないので初めてだから。だからとりあえず土屋さんの後ついていこうと思ったら、うん、後ろから見てても富士の中で迷子になってる感じでしたもん。あ、やっぱそうですね。ラインがね。マジな。ラインが迷子だなみたいな。全然わかんないです。え、何秒出たの？6秒7。おお。ベスト。出ましたね。おめでとうございます。あの午前12分だったんで、うん、6秒アップです。おー、すげえすげえ。それは良かった、おめでとう。あと3周ぐらいしたら凄まじいタイム出るね。いや、もうタイヤがもうダメでした。6秒アップ、6秒アップ、6秒アップしてたら倍かけじゃないから、ね、タイムかけではないんですよ。いや、良かったよ、なかなか3台のバトルは、うん、それぞれの趣旨通り。あれ、いた、誰君。本当ごめんなさい。逆に3台追い抜いた結果のタイムはどうだったんですか？あの、さっきまでは6秒5だったんですけど、5秒の中ほどまではちょっと上がります。ちょっとだけ上がります。まあ俺たち置き去りしてるだけあるよね。そりゃそうだ。まあどこ行ってもそういうやつはいるじゃん。あ、はい、いろんなジャンルで、はい、大変だ、もう、もう一生言われる、これございました。出番、俺出番だ。あ、ごめんなさい、大変さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ということでございまして、ねええ、車のチャンネルも DKTV も無事、無事、無事、はい、前、失礼します。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあ、それぞれ特色というか、うん、車のね、味が分かった。まあ、だけど、マッツンもさ、ケヤックもタイムが上がったんだから、いいんじゃない。まあ、このね、あのチューニングのまた奥深さっていうね、そうそうそう、いろいろと知れたということで、面白いね。面白かったです。はい、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今から谷口さんアタックするんですけど、おにぎり食べてます。